じゃあなんで冥王星は惑星から外されちゃったの？なにこれ。この冥王星のサイズはなんと月よりも小さかった。実はね、太陽系の姿はこうではない。真実の姿はこうだ。いずれにしても我々がね、知り得るべき太陽系の姿ってのはこんなに単純ではないということがこれでわかるわけです。どうも、やっちゃんです。今回は冥王星はなぜ太陽系の惑星から外されてしまったのか、その謎に迫ります。では次に、この冥王星が、ね、太陽系から外された理由っていうのをね、見ていきたい。当時20世紀初頭に見つかった冥王星っていうのは、天文学者たちが重力を、ね、使って計算をすると、だいたい一番小さい彗星と同じくらいだなというふうに考えられていたわけです。で、天体望遠鏡で見つけた時はこんな感じね、はい、太陽の光を跳ね返して、まあ、輝く冥王星が見つかったとなるわけですが、20世紀がね、だんだんこう時代が経っていくと、こう技術進んでいくでしょ。望遠鏡も、ね、高性能になっていく。で、再び冥王星見るとね、こういうふうに見える。なにこれ UFO？ なるわけですよ。またまたどういうことだ。さあ、この新しい光の謎を、ね、追いかけてみよう。これはですね、宇宙シミュレーターを使って、やっちゃんがこう撮影した、ね、こう冥王星なんですけど、ぐるってこう回ると、これ太陽、めちゃくちゃ小さいでしょ。でものすごい遠い距離にあるってことがこれで分かる。さあ、この冥王星の映像をずっと見てると、なんだこれは。お、なんか回ってる。そうなんですよ。実は冥王星は地球と同じように月を持っている星だったわけ。この月こそが、ね、さっきの2つ目の天の光の正体で、この星にはですね、人々の魂を冥界のプルートに案内するっていうところから、ね、カロンっていう名前をつけた。これもね、神様の名前だから、カロンとプルートってセットの星なんですよ。え？ってことはさ、一つだと思ってた星が実は二つだったって話になるよね、これ。ってことはさ、重力の計算とかもう一回やり直さなきゃいけないってことになるでしょ。そうやって再び測った、計算したら、この冥王星のサイズはなんと月よりも小さかったんですよ。え？ちょっと小さすぎない？はい。地球と比べるとこんな感じです。彗星と比べるとこんな感じ。明らかに冥王星はこれ小さいですよね。はい。こんなに、ね、月ってさ、惑星じゃないのに、月よりもちっちゃい星を惑星って言っちゃっていいの？はい、ズーム。いや、別にいいでしょっていう人。いや、ダメでしょ。あ、ダメの方が多いですね。OK。ところがね、はい、千春は今ね、ノーと言いましたけど、これだけでは冥王星を仲間外れにすることはね、やっぱりできないわけですよ。はい、続きましてね、この時点ではまだセーフみたいな。ところが、2つ目のね、また発見がある。はい、今度この動画見てください。こちら太陽です。光り輝く太陽。その周りに、ね、惑星が回ってます。その軌道を表してみると、こんな感じになる。おお、これがね、我々がよく目にする太陽系の姿で、この青い円のところを回っているのが海王星までの惑星で、この茶色いのが冥王星の軌道なんです。つまり何が言いたいかというと、冥王星だけ軌道が大きくずれてる。これさ、これ仲間って言える？いや、微妙みたいな。ね、みんな首振ってるけどね。微妙みたいな。でも、これでもまだ仲間外れにするには、ちょっとこう、説得力に欠けるっていうか、さあ、三つ目のね、これもう、まあ多分ね、大発見と言ってもいいかもしれない。実はね、太陽系の姿はこうではない。
真実の姿はね、こうだったんですよ。はい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 。さあ皆さん、これなんだかわかりますか？無数になんか星がいっぱいありますよね。はい、この黄色いのが冥王星の軌道です。つまりずれている。これ海王星。ってことは、冥王星の外側に無数の星々が渦巻いてるってことでしょ。この発見、ね、この星々はですね、帯、ベルトのように太陽系をぐるりと囲んでるから、カイパーベルトってこれね、名前がついてる。ね、ちなみにここから彗星っていうのがフューンって降ってくる。彗星のゆりかごって言われてるんですよ、ここは。はあ、なるほど。そして、これだけじゃない。このカイパーベルトの中に、太陽の周りを回っている惑星みたいな星がもう次々に発見されていくわけ。はい、それがこれです。じゃじゃーん。はい、一番外側、ね、我らが冥王星です。はい、こちら、エリス、ハウメア、負け負け。ね、そして、セレスト。なんやこの負け負けって、これなんやこれ。まぬけまぬけみたいなね。あ、ちょっと違うか。しかもこのハウメアってなんかラグビーボールみたいじゃない？わお！そうなんですよ。太陽系にはめちゃめちゃ惑星がいたわけ。はい。はい、じゃあこれも惑星、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 惑星って。全部惑星にする？水金地火木土天海冥てててて負け負けとかなってるわけ。そんなお前覚え方したくないよな。さあ皆さん、この方々、全部ね、我らが惑星と認めていいと思うか。はい、ズーム。あ、いいと思う人。いい。あ、負け負けもいい。はい、ダメ、ダメ。あんな奴らは惑星と呼べない。お、わかりましたね。じゃあ、いいと言った千春ちゃんにちょっと理由を聞いてみましょうか。回ってるから、かわいそう。回ってるからかわいそう。でもさ、めっちゃいるんだよ。あいつもあいつもあいつも。君はテストに出るよ。水金地火木土天海冥セレスにまかめいけアンポンタンとかそういう風になってくるよ。やってられないよね。はい、じゃあダメって言った人。そんないっぱいいたらめんどくさいでしょ。そんないっぱいいたらめんどくさい。出たー。ね。はい、めんどくさい。さあ、ここからです、スライド。で、このね、重大な発見に対して、世界の天文学者っていうのがこの一堂に会して協議を始めるわけですよ。どうするどうするって。で、彼らは決断した。こいつらは惑星ではなくて準惑星って名付けようと。まあイメージで言うとこれ補欠です、ね、ベンチ、ね、2軍1軍は惑星2軍は準惑星っていうふうにこう階級を作ろうと、ね、っていうわけで、はい、この冥王星は準惑星だから一軍メンバーから外されてお前は補欠行きというふうになって外されちゃったわけです。ちょっと残念なお話ですね。けどね、一方でですよ、この冥王星をめぐる議論っていうのは私たちが、ね、認識している太陽系の姿っていうのを大きく覆してくれるっていう全身にもつながってるわけ、はい、先ほど皆さんに見てもらったこの図、太陽系の図、これすらも実は正しくないんです。え？じゃあ真実の太陽系ってどうなってるの？知りたいですよね。ご覧ください。こちら先ほど見ました太陽、太陽の周りを回っている惑星や準惑星、小惑星、すべての軌道を表示してみる。マジ？めっちゃいる。しかもブワーッね、広くなんか回ってるやつもいますよね。これが現代人類が知り得た太陽系の真実ですよ。つまり君たちが普段図鑑やテレビで目にしている太陽系とは一味違う姿を我々の太陽系ってもはい。感動した人、拍手。いや、これはすごいよね。いずれにしても我々が、ね、知りうるべき太陽系の姿ってのはこんなに単純ではないということがこれでわかるわけですよ。素晴らしいね。さあ、こ
これでね、太陽系に関する全ての謎は解いたんでしょうか。皆さん、この図を見て今度なんか違和感持ちません？いやー、これに違和感持てる人はなかなか鋭いよね。はい、誰か。土星とかだっけ、木星とかは周りに、土星とかの周りにある輪っかはないのに、土星とかだけあるって。ああ、土星だけ輪っかがあるのなんでだと。いいね。あ、そういう系欲しい。はい、今日私が皆さんにお伝えしたい違和感、それはですね、これです。こいつとこいつ、なんでこいつらだけ途中でこんなでかくなってんの。これ、これおかしくない？例えばさ、例えばだよ、こういう風になってたらさ、自然じゃない？逆に太陽から順番にだん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 小さくなってきますっていう方がなんか自然じゃん。なのに実際はこうじゃん。もういきなり途中でドンみたいな。これおかしいでしょ。確かにおかしいと思った人ですよね。ですよね。あ、全員これ一致しましたね。さあ、ではいよいよ本当のこれね、太陽系の奥深き世界がこの謎に詰まってるわけです。スライド。なぜ途中で木星や土星だけがでかくなっているのか。この秘密を知るためには、惑星たちが生まれた、ね、現場っていうのに行かないといけない。いや、もっと言うとこいつです。太陽系の王者、太陽がどのようにして誕生したのか、その現場を調査することから全ての幕は上がっていきます。この時にポイントがあります。はい、太陽に近いこの真ん中のエリア、このエリアは惑星は必ず小さくなる。そして外側は必ずそれよりも大きくなる。そういう仕組みになっている。なんで